い。ちょっと今紹介する漫画いっぱいあるんですけど、一回読まないとちゃんと紹介できないので、まあ YouTube の結構面白いのでも紹介しようかなと思いまして、先手先手、紹介したいのはこのさっき先手先手って言ったやつなんですけど、これですね。はい、どうも皆さんこんにちはということで、このチャンネルですね。これのこの、まあ、菅総理のなんかあのことを YouTube でまあ皮肉ってるやつなんですけど、まあこれが結構なんかあの笑えるんですよ。あの菅総理があの1週間ほど前だから、大体まあ1月2日か3日だったかなぐらいの時に緊急事態宣言をして、あのなんか先手先手で対応って言ってますけど、出てくる記事って本当ね、突っ込みどころしかないんですよ。あ、まずこちら、首相先手先手で対応と、これコロナ対応のことですね。今日から外国人の新規入国停止と、まあ、ビジネス関係、まあこれ勝手に流すとやっぱ著作権の問題とかあるので、まあなんか大筋の内容を言いますけど、今コロナがどんどん広がってますよね。でこれに対して菅総理が言ったんですけど、先手先手に回ってコロナを広めるのは対応していきたいとと言ってますけど、これまあこの人、このなんか YouTuber の人も言ってますけど、先手先手って言ってますけど、全然先手先手じゃないっていうか、まあ世相の鬱憤晴らしっていうタイトルで、登録者数も5万1400人という、まあ今僕が710人ぐらいだから、まあ僕の何倍だこれ、20倍どころじゃないですね、10倍で7000ということは75倍、僕の75倍も登録者数のおる YouTuber なんですけど、まあこの菅総理のコロナ対策に対する、まあ、先手先手っていうやつなんですけど、まあ当時は菅総理はまだ総理大臣じゃなかったんですけど、去年の1月25日だったかな、中国の春節っていうのがあって、まあ、中国のお正月ですね。その時にたくさんの日本人がたくさんの中国人が日本に来て買い物をしてくるという特需を求めるとか言ってたんですけど、もう日本の国民の大半は今は危ないと、今年はなんかよオリンピックやる予定だから、もうそういうコロナを広めるか、まだコロナっていう病気がどんな病気かもわからないし、ただちょっと危険な予感がするから、今年はちょっと中国人の受け入れやめようよっていう国民が大半だったんですよ。世論調査でももう 当時 62% か 3% の人は受け入れを拒否した方がいいと言ってました。で 20% ぐらいの人はわからないと。でまあ残り の、20% 弱、まあ、17% ぐらいの人がとりあえず経済は回さないといけないから受け入れようっていうのが、まあ、国民の大半の意見だったんですけど、この中で政府はもう強行でもう受け入れて大量に中国人を入れちゃったんですね。その結果コロナが大量発生しました。で緊急事態宣言とかして、もう1ヶ月の間学校を休んだり、もうはっきり言ってゴールデンウィーク、入学式からゴールデンウィーク終わるぐらいまでもう学校も休校して、もう授業も大幅に遅れて、でそこまでやって、まあ、コロナもある程度数が、まあ、収まってきたっていうか、どうもコロナ寒い時期になんか増えるもんで、暖かくなってきたらある程度落ち着くのもあったんですけど、ここでもうちゃんともう落ち着けばいいのに、何月ぐらいかな、途中でまたゴッドトラブル、まあ本当はゴッドトラブルですけど、まあ、ここではゴッドトラブルって言わせてもらうんですけど、を再開してコロナを拡大してしまったと。さらに去年の11月30日からは外国人の受け入れを容認してしまったと。もうこの容認した理由は
オリンピックが延期になって来年の4月から始めるんだから、順序的にはもう去年の11月30日ぐらいには外国人のビジネスマンの受け入れぐらいはしとかないと、ついつまが合わないと。要するにオリンピックを普通に開催するためには、去年の11月30日にはビジネスマンの往来で、1月お正月ぐらいからはもう徐々になんか一部コロナの あんまり流行ってない地域のみの観光も OK していこうという、まあそういう順序みたいなのがあるんで、その通りに段階的に、なんか外国人の受け入れを引き上げていきたかったっていう、まあ政府の意向もあったんでしょうけど、まあはっきり言ってそんな、オリンピックやりたかったらもうとことん終わらすか、ワクチンが出て安定するまでっていうか、でもワクチンだって 100% 完璧なものじゃないはずなんで、ここで受け入れるのはどうかなというところなのに、まあ結局受け入れちゃって、で増えてしまったと。あとコロナもう今イギリスの方で新型のコロナが発生して、もう各地でもあちこちで新型がもうなんか出てるみたいなんですよ。特にアフリカの新型コロナウイルスに関してはワクチンが効かないんじゃないかって言われるような状態なんですよ。まあそんな状態の中、中国人とか韓国人のビジネスマンはまだ受け入れてる状態なんですけど、ただこの、僕よくこの前1月2日、まあ、仕事休みだったんで、夜流れの山に登るって言って、まあ、行ったんですけど、まあ名護のところでちょっと買い物しようと思って降りたんですけど、明らかに観光できてるあの人は、正直僕、あの人が結構いたんですけど、まあ、中国人か韓国人かは分からないですけど、どちらかの人が結構いたんですよ。家族連れですね。ビジネスできてるのに子供まで連れてきてるのはおかしいと。多分ビジネス名目で子供を連れて、それとも長いことはもう滞在してる人なのかは分からないですけど、結構中国人や韓国人入ってきてるみたいなんですよね。まあ、結構抜け道があるのかなという感じなんですけど、そんな中で言われた先手先手に対応していきたいと。後手後手と言い間違えたのって、まあ、ツッコミ入れてるんですけど、まあ、僕もそう思いますね。まあ、とてもじゃないけど、先手先手と、まあ、これ、このなんか、世相うっぷんばらしチャンネルのところ、これ見たら、まあ、なかなか笑えるなって。もしここで江頭2時50分とかがおったりしたら、このなんか先手先手を打ちたいって言った瞬間にこう頭パシンと出て、ゴテゴテやないかいパシンと叩いてくれたと思うんですけど、まあこんなことしたら間違いなくもう警備員の手に捕まえて、いろいろと、まあもしかしたら2、3日刑務所に入れられるかもしれないですけど、まあ江頭2時50分だったら、10年のレギュラーよりも1回の伝説っていう人なんで、いて欲しかったなぁ。まあ、まあなんか、そういう、事務所側が絶対 OK しないはずなんですけど、まあそういう姿も見たかったなぁと思ったんで、まあこの動画を出しました。あ、今僕病院関係で働いてるんですけど、まあ、今、こっちの病院、まあ僕はまだ運が良かったんですよ。夏のボーナスは確か3万円ほど減りました。月の給料は下がってないですよ。だから夏のボーナスは3万ほど減って、冬のボーナスも5万ぐらい減りますね。合わせて8万円年収が減りましたけど、まあ給付金10万円と、で、こっちは医療関係のなんかやつ、段階的に、全くやってないところはもう給付金ないんですけど、コロナに対応する給付金に応じて、5万円、10万円、15万円ともらうことができるそうです。給付金を。ただ、僕のところはそのうち5万円もらえるところだったんで、合わせて国から給付金で15万円もらいました。その15万円もらったおかげで、15万円もらったおかげで、まあ、8万円減ったって言っても、まあ、プラス、結果的には7万円年収が増えたことにはなるんですけど、ただ、僕はすごい運がいいんですよ。病院によっては、コロナの影響でボーナスが全面カットなってるところ結構あるんですよね。はっきり言って、まあ、今、病院関係者、仕事がちょっと忙しくなってるんですよ。
やっぱりコロナの影響で、まあ、今までやらなかった業務だったりコロナ対策だったりが増えたりとかして、で、仕事は増えて、もうはっきり言って有給休暇なんか全然取れない状態なのに、まあ、僕はもう年収7万上がったから、まあ、別に、なんていうか文句はないんですけど、これが、仕事がもう本当にコロナをもう緊急的になんかいろいろ受け入れて、もう15万円もらうところって本当にコロナ患者いっぱい受け入れて、その状態なのに、まあいろいろ手伝い、もうなんかボーナスが全面カットされたっていうところあるんですよ。まあどこの病院かは言わないですけど、冬のボーナス、普段25万手取りでもらってるところのボーナスがゼロになったんですよ。ボーナスゼロになって、まあ給付金15万もらっても年収10万減るし、有給は使えないし、まあ、はっきり言って今相当苦しいんですよ。もう辞めていってる関係の人も多いんですけど、ただ僕も僕の方もやっぱ今年はまだ良かったんですけど、これ来年どうかなと。これわかります？医療用手袋の写真なんですけど、これ今までベトナムとかで作ってたらしいんですよ。で、ベトナムで作ると、大体、まあ、年間で150万ぐらいで済むとかいう話だったらしいんですけど、このベトナムの工場が、コロナが発生して、しばらく休業するとか、でも1年ぐらい休業して、この医療用手袋を、中国で作ることになったそうです。で、中国は人件費が高いと。さらに、ベトナムとかだったら周り海なんで、輸送、まあ、海から来て下ろすだけなんで、下ろすだけだから原価安く抑えるんですけど、中国の、奥地の方の、奥地というか陸に上がったところだったら、港に上げて、その港の人の給料、さらになんかその工場まで運ぶ輸送の給料とかで、さらに原材料費が上がってしまうと。その関係で値段が3倍になると。まあ、手袋1枚1枚の値段なんかも、1回にだいたい2円3円の話なんですけど、でもこれが3倍になったら、この、まあ、まあ、1枚、仮に1円10銭だとしたら、これが3倍になったら、3円30銭じゃないですか。まあ、仮にの話です。だから、これが、年間150万円だったのが、400万円と。で、こっちの病院の従業員が350人とすると、1人当たり8000円ぐらい、まあ、ボーナス削られることになるなと。で、他にも、この、医療用手袋の他にも、マスクだったり、そういうのがいつ高いところから取ることになるのかわからないので、来年の給料は心配だなと。まあ僕はもう他にちょっとまあ特別優れた能力もないですし、他のちょっとしたまあ株だったり何だったりの副業が あるので、なんとか やりくりできるとは、まあ独身ですし、ただこれ結婚して子供いる人は相当苦しいなと、まあ思いますね。まあ早くコロナ就職して、まあ正直もうオリンピックはもう中止でいいと。まあはっきりとオリンピックで儲けるのってパソナとか電通とかそういう一部の上の企業だけで、まあもし中止になったとしたら今度は2030年にやりたいとか言い出す人いますけど、これは絶対反対してほしいですね。はっきりと上の人が儲けるだけで、もう下の人は全然儲からないんで。